コスモホーム代表の鈴木です。本日は家を建てる前にどうしても知ってほしい内容の案内をさせていただきます。家づくりは誰も教えていただけることがないわけですね。初めて家を建てるときについついあまり知識がなくて、いろんな業者さんへ回ったりとか工務店の話を聞いたりすることが、そのいい場合もあるし悪い場合もあると。今回、ぜひ家づくりの進め方、家づくりの考え方、そして設計の在り方、これを一つ、続けてですね、学んでいただきたいと思っております。これを見ていただければ、失敗するっていうことは極力抑えられると思いますし、逆に言うと自分が家づくりに対して新しい知識が入りますので、いろんな話をするときにすごく参考になると思います。その話をするのは、うちの設計を主に担当している森っていうものが話をさせていただきます。この後、皆さんにぜひ詳しく話をすると思いますので、しっかり聞いてください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。コスモホームの設計の森です。今日は、コスモホーム住まい教室設計の話に来てくださいました。ありがとうございます。今日はですね、家づくりについて、それも設計の話にこだわって、お話をさせていただきたいと思います。はい。皆さん、家の作り方って知ってますかっていうところから入っていきたいと思います。家づくり、皆さんどういうところから始めるかっていうとですね、まず住宅展示場に行くとか、ホームページを見るとかね、雑誌を見る、新聞、折り込み、チラシ、ポスティングして、今日のような、公開セミナー、勉強会に行った、テレビ、近所で建てていた、また最近よく街中で見かける建物、知人の紹介、あと工務店、建設業者の会社へ訪ねる、また電話したっていう、そういうところから皆さん始めると思うんですよね。の方が多いです。はい。でもその方法っていうのはですね、それ正しいかどうかっていうことなんですが、家づくりっていうのはそもそも誰も教えてくれないんですね。自分の責任においてたった一つの会社を選ばないといけないんです。失敗しても人のせいにはできません。さて、どうすればよいのでしょうかっていうところで、からなんですが、家づくりの正解っていうのはですね、これははっきり言いますと、正解はないと思います。正解は皆さん、それぞれが、判断することでありますし、言い換えると皆さんがそれぞれが、その答えを持っているということになります。今日はですね、そこでもどこから勉強していけばいいのか、その辺をですね、家づくりの方法をですね、皆さんにお伝えしたいと思います。はい。今あなたのいる場所は、いるところはどこですかっていうことで、これは家づくりの階段だと思ってください。それで、今日は皆さん、家づくりのスタートから、住まい教室、皆さんここに来て見えます。家づくりを始めて問い合わせをして、見学会などに行って、その工務店、業者の住まい教室に行って、まずここはローンの話、資金計画、OB 交流会、個別相談会、設計契約を行って、プラン、見積もりをやって、契約をやって、仕様打ち合わせをして、地祭り、工事が始まっていくという、そういう、家づくりの階段があるとするとですね、皆さんは
どこにいますかということなんです。この建築の業界ではですね、たくさん家を建てないといけない会社もありますよね。それはもう宿命でありまして、住宅展示場なんかに、展示場があるとやっぱり何軒建てないといけないっていう、まあそういう、宿命を持った会社もあるとは思うんですが、皆さんは皆さんの勉強のペースでこの階段を上がっていただきたいなと思います。決して業者のペースで進まないようにしてほしいっていうことなんですね。それはどういうことかと言いますと、いろいろ勉強していただくことはご夫婦であるんだけれど、すぐに敷地があるとプランの話に行ってしまうと、いろいろまだ勉強してもらして学ばないといけない家づくりの大切なところを、勉強せずにプランに行ってしまうと、後で取り返しのつかないことになります。ですので、業者のペースではなく皆さんの勉強のペースでこの家づくりの階段を上がってください。皆さんの中には、この階段の段数が、もっと少なくていい方もいるかもわかりません。もっと多くないといけない方もいるかもわかりません。ただし3段飛ばし4段飛ばしでこの階段を上がらないようにしてほしいなというふうに、思います。そしてですね、 OB 交流会、今住んで見えるお客様の家に行って勉強してもらう、この OB 交流会は非常に参考になるから重要だと思うんですね。ですね、展示場、住宅展示場の建物って皆さんいくらぐらいでできているか知ってますか？僕がよく聞くのはですね、8000万から1億円ぐらい投資をした建物というふうに聞いています。だからなかなか参考になる部分はあるかも分かんないけど、家自体はなかなか規模が違ったり機能が違うので、今実際自分たちと同じような住まい方をされている、目指して見える方の、住宅を見ていただくと、それは一番参考になるのではないかなと思います。はい。ですね、あと見学会ですね。見学会は各会社こう回られたとしても3件ぐらい見ていただく方がいいと思いますね。3件見ていただくと、その家の、設計者の考えや、会社の、住宅の仕事、住宅づくりの仕事に対しての考え方っていうのがよくわかります。やっぱりいい建物ができるとその家を見したいというのは、業者側だとは思うんですが、たまたま1軒いい家ができた、そういうことじゃなくて、3軒見ていただくと、その会社の、どのような、家づくりの、安定感があるかとかね、そういうことを見ていただくには、3件以上見ていただくということをお勧めします。はい。さあ次いきます。ですね、家づくりの本来の目的っていうのを皆さん考えたことあるでしょうか？もうそれは決まってるよっていう方もいると思いますね。まず家を今から建てるっていうことは幸せになるため、まあそういう方とか、子育てのためとかね、そういうことは目的としてあるかも分かんないんですが、ちょっと分かりやすいように車と家っていうふうに書いてみました。車の場合の目的っていうと、自由に行動できる、楽しい時間と空間、大勢で移動ができるっていうのが車の目的だとするとですね、家っていうのはどうでしょう？居心地がいい場所、家族の拠り所、豊かな暮らしっていうふうに挙げてみたんですけど、家を建てることが目的ではなくて、そこでどのように
自分の思い描く生活ができるか、その生活ができなければ家づくりの本来の目的は達成できないことになります。いいですか、こう大事なところです。家づくりが目的になってませんか、暮らしが、大事ですということです。はい、これ大事なところなんです。ちょっと読んでみますね。これからマイホームをご検討のあなた、家を作ろうと考えないでほしい。なぜか、失敗するからです、後悔するからです。なぜか、家に価値はありません、暮らしに価値があります。あなたがこれからどんな暮らしがしたいかが重要です。趣味や休日の過ごし方、 DIY、 ホームパーティーやお客様のもてなしなど、あなたがこれからしたいこと、夢見ていたことを、その実現に向けてこれからの暮らしを考えてほしい。設計をする上で一番大事なことですっていうことです。具体的にですね、ちょっと考えてみたいんですが、例えば夏の夕暮れ、仕事から帰ってきたあなたは汗だくの仕事の疲れを癒すためにお風呂に入りすっきりしたいわけです。その時、その後はお楽しみの冷たいビール。ここで皆さんに質問なんですが、あなたはどの場所で冷たいビールを飲みたいですかっていうことなんですが、ちょっと皆さんイメージしていただいていいですか。そうですね、松原さん、松原さんはビールお好きですか。好きですか。ではですね、どんな場所でお風呂上がり、いいですか、イメージしてください。どんな場所でビールを飲みたいですか。どうでしょう。はい、ウッドデッキへ、はい、ウッドデッキ、そして何か見えますか。ウッドデッキから何かが見えているとか、何かしているとか、どうでしょう。植栽、景色が見えるとか、そういうことですかね。はい、ありがとうございます。浅野さんどうですか。ビールお好きですか。あんまり飲まない。ビールじゃなくてもジュースでも構いませんけど、どういう場所がいいでしょう。緑が見えるよ。はい、緑が見える。それは家の中からですか。家の中はどこに今いますか。ソファ、リビングのソファ。ありがとうございます。ですね、皆さん今イメージしていただいたように、例えばですね、ウッドデッキのベンチに座りながら飲むとかね、テレビを見ながら飲む、まあテレビが好きな方、スポーツ好きな方はね、野球であるとか、サッカー見ながらとか映画見ながらとかね、いいと思います。2階のベランダに出て景色を見ながら飲む、書斎でパソコンをいじりながら飲む、その他っていうことがあるんですけど、まずですね、ちょっと考えていただきたいのが、家、新しい家を計画するときには、お風呂に入ったら冷たいビールをこうやって飲みたいなっていう優先順位が高かったらですね、まずここでいくとですね、景色のいい場所の敷地を購入しないといけないっていうことですよね。優先順位が高ければ、2階にお風呂も必要になってくるし、お風呂からバルコニーに出るっていうことがですね、そういうプランにもなってくるし、そっからこう決まってくるわけです。なのでこれは今お風呂上がりの、ビールの飲み方っていうイメージしてもらいましたが、これだけじゃなくて、例えば、子どもさんが帰ってきたらどういうふうな、順序で家の中入ってくるかとか、日曜日の午前中皆さん
どんなふうに過ごされるか、親が来た時とかね、いろんな住まい方を一つ一つ全部具体的に考えていただくっていうことが大事なんです。で、それができた時に非常に心地よい家になるということになります。このような発想がとても大事なので、全ての行動に対して、全ての住まい方に対してイメージしてほしいと思います。こういうふうに考えてもらうともっといいですね。今の生活の中でうまくいってないこと、もっとここはこういうふうにすればいいのになっていう問題点があったとしたら、そこを改善するにはどういうふうにしたらいいかっていうことをですね、次の家づくりに生かしていただくと非常に改善されていくと思います。どんなライフスタイルなのか家族でよく話し合ってください。ご主人と奥様の考え方もきっと違うはず、子どもの成長によってもきっと違うはず、将来の老後のこともきっと違うはず。家族で話したそれぞれの思いをノートに全て書くことがとても大事。時間のある時に書いたり、チラシや雑誌の切り抜きを貼ったり、遠慮せずあなたの夢をノートに表してください。それぞれがノートを確認することによって改めてお互いの考えを知ることができます。実現するかどうかは関係ありません。それはお互いの夢や考え方の表現だから無限で良いと思います。ポイントはですね、全部出し切るまで書いていただくということが大事ですね。だから、丸ペケでもいいです。三角、丸三角でも結構です。ABC でも結構です。優先順位をつけていただいて、家族でいろいろ話し合っていただく。ポイントは全部やりたいことを書き出していただくということが大事ですね。はい、全部出し切るとですね、すっきりするんですが、ここからが本当の話し合い。現実はですね、やっぱり予算は切り離して考えられないので、やっぱり予算からそこを優先順位をつけて、どれを行っていくとかね、家族でその優先順位をつけていただくことによって、妥協じゃなくてですね、これは納得っていう形に持ってってもらいたいと、そういうふうに思います。だからそうすることによってですね、言った言わない、譲れる譲れないのトラブルもなくなって、これ大事です。後でできること、業者に頼むこと、自分たちでやれることっていうのが明確になります。例えばですね、後でやれることっていうのは、例えば自転車置き場とかウッドデッキとか、そういうことであれば子どもさんの成長に合わせて、やることもできます。ただこの業者に頼むこと、例えば屋根に天窓をつけたいな、吹き抜けを作りたいなっていうことがあったら、途中で天窓作ったりとかですね、床を抜いたりとかですね、そういうことはなかなかこうできないと思いますので、それは初めにやる必要がある。自分たちでやれることっていうのは、例えば奥様がカーテンを作るとかね、ご主人が、これこそ自分でウッドデッキを作るとかね、そういうようなことを自分でできる、そういうことによって、初めに予算がどれぐらいあって、それをどのように家づくりに使っていくかっていうことがですね、やっと分かってくるっていうことになります。皆さんにですね、ぜひここからやっていただきたいなと思っています。もう一つ肝心なこと、土地から購入の方は資金計画を初めにやりましょうと。資金計画をやらないと、どれぐらいの大きさの土地、どこで土地を買ったらいいかっていうのも明確にはなってきませんので、ぜひ資金計画っていうことをまず初めにやってください。はい、ちょっとここで休憩のような写真を
ちょっと入れたいと思います。いろいろな暮らしの紹介、世界の家族っていう、そういうですね本がありまして、そこから抜き取った写真をちょっと皆さんに見ていただこうかなと思います。これどういう写真かと言いますと、マリっていう国の、家と家の中にある道具を出してもらった写真なんです。これがマリの方の家ですね。次進めていきましょう。エチオピアの家と家の中にあるもの。インドの家と家の中にあるもの。タイですね、まあ、家電とかちょっとそういうのも今ありますけど、イラクの家とイラクの中にあるもの、こうカーペットとかソファーがこうあって、これがイラクの家。ロシアの家とロシアの家の中にあるもの、ピアノがあってソファーがあって、だいぶこう家の中にあるものが変わってきました。イギリスの家はどうでしょうか。中にあるものはこういう家電から、家具から食器から、まあアンティークとかね、そういう文化もあるといますので、古いものを大事にする、そういう文化でもあるとは思います。次アメリカどうでしょう。アメリカは本当にこう映画に出てくるアメリカを表しているような、今ちょうど写真なんですけど、これがアメリカです。次皆さんに見ていただきたい写真があって、これもちろん日本なんですよ。日本の写真、はい、これです。はい、どうでしょうか。大杉さん、この写真を見られてどんなことを感じますか。うん、ものが多い。はい、ありがとうございます。僕もそう思いますね。物が多い。だからこれを全部使っているものなのか、一個一個全部愛着を持って使っているものなのか、ちょっとここではわからないですね。物が多い。でですね、僕は設計の打ち合わせの中でよく相談あるものでですね、収納の多い家がいいですと。収納をたくさん作ってくださいっていう相談があります。ですね、その時に僕よくこういう話差し上げるんですが、家の大きさっていうのはまずこう2種類ありまして、法律的に建蔽率や容積率でこの大きさまでしかこの敷地に対しては建てれませんよっていうことで家の大きさが決まる時と、あとは予算ですね。予算からいくとこの大きさまでで家をまとめましょうっていう時があるんですけど、例えば使わない、いろんな思い出もあるけど使わないものをたくさん収納しておく場所があると便利だけど、それがあまりにも大きすぎるとどうなるかっていうと、広く取りたいリビングやダイニングがそれだけ狭くなっちゃうということなんですよね。なので使わないものっていうのはある程度整理をしながら、やっぱり使う広いや部屋をですね広く取れるように、考えていただく。皆さんは次新しい家をですね計画されるときには、もちろん引っ越しがあると思うんですけど、その時にこれはもう処分する、これは使うとか、そこでですねやっぱりちょっとこう考えていただいて、今度物を買う時にはですねデザインが良くて愛着を持って、または故障しても修理してでも使いたい、そのようなものを選んで使っていただくといいんじゃないかなと思います。そうするとですねいつの間にか
まあ一個一個吟味しながら自分の好きなものを買っていくっていうことは、いつの間にか自分の好きなものに囲まれて生活されるっていうことになりますし、それは自分の好みのものが並ぶということと、それはいつの間にかコーディネートされているっていうことですから、やっぱり生活も豊かに楽しくなるんじゃないかなと思いますので、まずちょっとこういうこの写真をね参考にしていただいてと思います。これからですね、もっと詳しい設計の話に入っていきたいと思います。設計の6つのポイントっていうのをですね今ちょっと出しています。敷地の捉え方、窓の役割、空間の見せ方、居心地のいい場所、家事は楽しく、機能的、雑木林に住むイメージっていう設計の6つのポイントっていうのをコスモホームでは大事にしています。その中のですね、敷地の捉え方、敷地の特徴を生かす、近隣への確認、抜けを探す、変化への対応、空き地と古い家に注意してください、駐車スペースの位置ですね、アプローチの動線と建物の見え方、シンボルツリーの位置、街並みと景観、南の位置、そのようなことが敷地の捉え方としてはちょっと大事な項目として挙げてみました。これはですね、ある敷地の写真になるんですが、皆さんこれからですね家づくりの土地探しから始める方っていうのはですね、不動産情報を持ってその敷地を見に行かれると思うんですけど、その時の判断基準としてですね、ここに どんな家が建つのかなっていうところをですね考えるっていうことになると思うんですが、こっちで この敷地に関してはこちら側が道路です。道路で南側に木造の家、西側にアパート、北側にですねまた、木造の2階建ての家、東側に道路があるっていう、そういう写真になります。なのでこの写真はですね、この角からこっちを見ている、ここが車で、これが南側の家で、これがアパートということになりますが、そういう敷地の写真ですね。でこの敷地に入った時、この敷地をですね、見てですね、何を見たらよいかっていうところですね。なので現地に行っていただいて何を見たらいいかっていうとですね、まず敷地の真ん中に立っていただいて360度ぐるっと周りを見てください。360度ずっと見ます。何を見るのかっていうと、まずはですね、抜けを見ていただきたいんですよ。抜け、わかりますか？建物と建物の間でずっとを抜けている部分を、探していただく。例えばこの建物と建物の間ずっと抜けてます。このアパートと木造の家も抜けてる、こちら側に道路がありますので、道路の反対側に家があったとしても、距離がありますので抜けてるというふうに考えるとですね、その抜けの先から何が見えるかを探してほしいんです。例えばここに抜けた先に桜が見えたとするとですね、その桜を家づくりに利用したいと、そんなふうに思います。ただ南側、この南側抜けたところから毎年夏は花火が上がるんだよっていうことであれば、それもなんか設計に利用したいなと思いますね。こちら、こちらは例えば夜景が見える、そういうような敷地だとした時にですね、家の中から
桜を見るには何が必要かっていうとですね、まあここに書いてありますけど、窓がないと桜は見えませんね。壁であると見えないです。花火もそうですね、窓もしくはバルコニーだったりそういうところです。ここにですね、南側、木造2階建ての家があります。自分の敷地の南側にある木造2階建ての家には何が見えるかというと、その家の北側ですから勝手口があったり室外機があったり水回りの窓が並んでたり、そのような状態だと思うんですけど、じゃあ家の中からそれを見たいかというとあんまり見たくないですね。自分の敷地の北側の木造の家があるんですけど、この住宅にとっては南側ですから、おそらくリビングの窓は大きく開いて、そこを団らんの場所にしていると思うんですが、こちらにから見るとですね、その生活されているところが見えるわけですし、やっぱり遠慮しちゃうし、向こうからこっちを見られてるっていうのも嫌ですよね。だからここもあんまりお互い見たくないなっていうことになります。こちらがアパート、アパートがあるとやっぱり生活のリズムも違う方も見えるだろうし、やっぱりここも見たくないし見られたくないっていうことになります。その場合何が必要かというと、窓があれば今度壁ですよね。ここが壁で見れないようになっていたら非常に都合がいい。だからこの敷地に関しては抜けているところが窓で、建物と重なるところが壁だったら、この敷地の特徴を生かした建物計画にできるっていうことになります。それをですね、ちょっと図面化してみるとこのような感じでどうでしょうか。ですね、車の入れ方っていうのは大事ですよね。車が入れにくいと非常にストレスになります。やっぱりこの愛知県の地域ですと、車は、やっぱり2台から3台お持ちなので、1台ではなかなかコンパクトな敷地なら仕方ないですけど、大体皆さん2台は持ちたいなということになるので、2台確実に止めれる方法を初めに考えて、で家の形を考えます。そうするとですね、今こういうところが抜けてて、こういうところが抜けてるところに窓を持ってきて、それ以外は壁を持ってくるっていう、その窓の向こうに植栽を植えるとですね、緑も見えるし、相手からの目隠しにもなるので、その部分にこう植栽を持ってくるっていうのも一ついいと思います。ただですね、どうしても窓がないと計画が、風も通らない、光も入らないけど見えちゃうところ、そこはですね、目隠しのウッドフェンスなんかおすすめですね。そこがこうウッドフェンスがずっとあることによってですね、その向こうのちょっとごちゃごちゃしたところも見えないようになりますし、ある程度の高さまでフェンスにしてしまえば、ここは窓をつけれるというふうに思います。こう今南がこっちですので、南側にこう敷地に振って建てることによってですね、こういう三角スペースができるんですけど、三角スペースに植栽を植えることによって、こう庭も奥行きができますので、こういう敷地の利用の仕方っていうのも一つ敷地の特徴を生かす方法になります。もう一個大事なことがあります。ですね、方位によって太陽の動きっていうのを今ちょっと表しています。これが南北、真南、真北ですね。それに対して東西、東、西ですね。
春分の日っていうのは真東から太陽が昇って真西に沈むっていうと、ここで太陽が出てここで沈みます。まあ3月と9月になりますね。で、次冬なんですけど、冬至ですよね。12月に、クリスマス前にありますが、だいたいこの軸から30度ぐらい来たところから太陽は上がってですね、この辺でまたこの軸から30度ぐらい来たところで太陽は沈みます。ですね、西日っていうのはですね、皆さん悪いイメージをお持ちだと思うんですよね。西日暑いなっていうことで、ただ冬の西日4時ぐらいからだんだん太陽は沈み出して、5時には太陽は沈んでしまうと思うんですけど、最後の最後まで日が入った方が家は暖かいです。だから冬の西日は歓迎です。そうするとですね、この辺の窓にがあると最後の最後まで日が入るということになります。なのでこう冬の西日は、歓迎。今度夏ですね、夏至はですね、ここから同じように30度ぐらい北に行ったところが日は上がりまして、12時は南中時は一年通じて同じですね、一番太陽が高いところ、沈むのはここの辺になります。これも30度ぐらい来たところです。ということはですね、西日、夏の西日対策っていうのをしていただく必要はあるんですが、やるのはここですね。この部分に例えば、外付けのブラインドにしてもらうとか、雨戸にするとか、地窓にして植物を植えるとか、すだれ、よしずをやるとかね、夏の暑さ対策をしていただくのはこの辺りをやってもらうとですね、非常にいいということで、一年の太陽の動きと、窓の位置、そういうところを今ちょっと表してみました。今のような敷地の考え方、利用の仕方っていうのはこう僕の頭の中にはあるんですけど、敷地を見に、お客様の敷地を見に行くときに、いろんな家を見ながら通ったりするんですけど、この家って、これはネットで、街並みということで適当に出した写真なので、どこの場所で誰が作った家かというのは僕もよく分かってません。ちょっと利用させていただいてます。ですね、車を入れたら人の目があるので、だいたいシャッター閉まっていたりカーテンがずっと閉めっぱなしの家っていうのもよくあるんですよね。ちょっと僕は残念だなと思います。窓も開けれない、リビングっていうのは非常に残念かなと。なので、もうちょっと何度かならないのかなと思ってるんですが、家の中だけで使う、それはワンボックスタイプっていうふうに名前つけてみました。ですね、まずワンボックスタイプですね。車を止めて家がある、まあここにカーポートの屋根があるという場合もあると思いますが、こういうふうにアプローチから玄関に行く間にリビング、お客様がもうリビングの中が見えちゃう、そんな家もあると思うんですが、まあこれワンボックスタイプっていう名前をつけてみました。そうですね、家の敷地の周りをいろんなデザインの仕方があるなって思うんですね。例えば、離れや自転車置き場、倉庫、または塀をですね、どうやって使うかという、まあ建物に対して何かをずらす、並べる、家を囲う、ちょっと振って建てる、離して建てるっていうような、そんな考え方でですね、いくとですね、これが建物だとすると、車があって玄関ここですね、ウッドデッキを
こことここにすることによってここに何か倉庫や離れを作ってもここからここまでこう使ってここに塀を建ててプライベートな庭を2つ作るっていう、まあそんなことがこれは同じような敷地で同じ大きさの家でできそうですね。このケースはここに目隠し塀をバーンと通してしまってここの建物の横に塀までのウッドデッキを作ってここに離れを作ると、そうするとここにもう一つ部屋ができたような形を取れるっていうような、建物と建物の間をデザインして、まあ、暮らしを楽しむっていう話なんですが、例えばですね、ここに引き込みの窓をつけて、行くと、まあ、ここは広く感じるとは思うんですね。僕が言いたいのはここに壁を建てるっていうことをやるだけでですね、家の中の部屋の領域っていうのはすごく広がると思います。だから広いだけじゃなくて窓の向こうに壁なり塀を建てることによってそこまでが部屋のスペースに含まれるような工夫をすることによって、その前に植栽やることによって奥行きが出るっていうこともあります。なので敷地いっぱいその建物と建物の間をデザインしながら暮らしをやっていきたい、提案すると、次の写真を見ていただくとどんな感じになるかという、これはコスモホームのモデルハウスの試みなんですけど、建物がこういうふうにありまして、ここにガレージがあります。ガレージは道路から車を入れて、ここはバイクでこうバイクをこういうふうに出ると、でその奥に離れがあって、キッチンからここのテーブルに外でご飯を食べれるように、今外飯ブームですよね、ここからスッと出せて、でここに外部のキッチンもあるのでこう人がぐるっと回れるような形になってます。玄関はこちらです。よくですね、リビングの向こうのウッドデッキでくつろぐような形のデザインをするときはあるんですけど、そこでご飯食べたりするときはね、キッチンからさっと料理を出せる方が非常に便利だし楽しめる。だからそうするとウッドデッキはキッチンの横でこう食事できるスペースがあるとですね、非常にいいのかなという、そういう例になります。なのでぐるっと回れるスペースがある、あとこういう家と家の間を利用してですね、敷地いっぱいを使うっていう、まあ、こういうふうに考えるとですね、このモデルハウスの敷地なんて40坪もないと思いますね。建物は、これで 10.5 坪ですので、もう本当にこれだけでいくと、40坪あるかないかっていう空間を、楽しく今イメージできるように作ってありますので、ぜひモデルハウスにもお越しいただきたいなと思います。はい、その中のこれは離れです。 2.5 メーター角の書斎ルームですね。カウンターって本棚あってベッドだけですけど、ここでゴロッと寝たりとかですね、子供部屋は6畳狭いなっていう話をされているのに、ご主人の書斎の3畳は贅沢みたいなね、それはちょっとかわいそうなので奥さんのミシン部屋とかね、そんなんでもいいと思うんですよ。 2.5 メーター角、はい、あとガレージと外部キッチンになりますけど、少し屋根を作ってね、外なんだけど何かバーベキューのことがちょっとできるような、そういうのを作ってありますので、まずぜひ参考にしてください。はい、これは、外部でコスモホームのメンバーがちょっとお昼にみんなでちょっと外で今日はご飯食べようかということでちょっと休憩している時の写真ですね。はい、ウッドデッキはですね、第2のリビングっていうふうに言っています。ですね、これが南側のウッドデッキ、これ北側のウッドデッキですね。北側のウッドデッキっていうのはですね、
夏はですね、日陰になって、非常にこれ今水遊びを子どもにさせている写真ですけど、非常に南側はパーゴレア、タープがないと暑すぎると思うんですが、北側は非常に涼しい。あと北側の景色ってですね、非常に光を浴びて綺麗なんですよね。ロケーションが良ければ北側の景色ってぜひ行かせてもらいたいなと思います。南側の景色っていうと大体影ですよね。大体影になった、景色が見えるということになるので、北側の景色っていうのは綺麗ですよと。まあロケーションが良ければぜひ北側のウッドデッキを作って、南と北で抜くような空間というと非常に風通しもいいですし、ぜひ使っていただきたいなと思います。はい、外観のデザイン、いろいろ今挙げてますけど、黒いガルバが多いですが、こういう吹き付けもありますしね、ツートンもありますし、板張りもありますしね、黒にこだわらずいろんな仕上げ方はもちろんできますし、こういう目隠しのフェンス、あと、まあ、中に入れないこう勝手口へのサービスヤードとの隔たりみたいなね、そういうものにもウッドフェンス非常に役に立ちます。植栽はこう植えていただく、まあ、こういう家だけではなくてこういう外側もやっていただくと非常にいいと思います。はい、窓の役割っていう、まあ、これ今大事な敷地の次に窓の役割っていうので、風を導く、光を取り込む、日照を得る、内と外をつなぐ、外観を整えるっていうところでいくと、窓の役割っていくつもあると思うんですよね。景色を見たり、光を入れたり、風を入れたり、外に出たり、窓の位置一つで家の中は広く感じます。なので窓は絶対ないと生活はできないとは思います。ただこういうことがありますね。耐震性を上げて、明るくて快適な家にしたいなっていう、そういうご希望があったとすると、それはちょっと矛盾しているところもありまして、家と窓のバランスっていうのが大事かな。耐震性のいい建物であると、壁ばっかりな、壁が多ければ多いほど家は丈夫になりますが、ただ生活はしにくいと。なので窓ばかりだと今度は耐震性のこともあるし、物が置けなかったり今度落ち着かなかったりするので、窓と壁のバランスっていうのは大事になります。この写真なんか上から光を入れて、ここは目隠しになってたり、ちょっとこういう落ち着いて勉強できるコーナーになったりしています。はい、風を導く風の道、まあ、これはですね、豊田市の風配図っていうものです。上が北なんですね。で1月2月3月4月ってずっと1年間こういうふうに来てるんですけど、これ12月、寒い時には北西にピュッと伸びています。これはこちらから風が吹いていて、夏は南側から風が吹くっていうのがですね、この濃尾平野、名古屋濃尾平野ですね、伊勢平野、この地域のですね特徴になります。なのでよく北西から寒い風が吹くっていうのは、伊吹おろしがあったり、養老おろしがあったり、伊勢平野の方では鈴鹿おろしがあったり、やっぱり北西の方から大きい山があってね、そちらから風が吹いてくるっていう、そういう風の吹き方がありますので、それをやっぱり一つ頭の中に入れときたいなというふうに思います。はい、これは、まあ、上を北と見ていただいて、このプランで考えるとですね、風はですね、夏はこちらから入ってきて、冬はこちら側から入ってくるっていうことをこうイメージできるとは思うんですけれど、
注意したいのはですね、風の抜き方ですね。冬はこっちから入ってこっちで抜けるときに入り口と出口が必要ですよということです。なので窓をこちらで北側で1個開けて南側で4つ開けたとしても1個分しか抜けませんよということですね。だから入り口と出口の数が合っていればそれだけ風は抜くことができますし、あとそれを対角上で窓を開けていただくことによってスーッと風は抜けるというそういうことがあります。はい、今度はですね、風は下から入って上で抜けるっていうそういう習性あります。だから吹き抜けがあったり階段部分がこうあるとするとですね、小屋裏の天窓や窓を開けていただいて1階で窓を開けるとスーッと家の中の風っていうのは下から上に抜けて煙突効果とかありますよね。風は抜きやすくなりますので、入り口と出口を作っていただく、あと対角で今度上下で抜いていただくと家の中の風通しっていうのはスッと効果が出ます。はい、窓の大事なところ、目線の向こうに見えるものを意識しましょうということですね。この家はですね、この方の家は道の反対側に社宅がありまして、そこに大きい桜の木が何本もありました。だから設計の時に、あの桜を見えるようにしましょうということで、一番こうリビングダイニングのいい場所を桜が見える位置に持ってきました。ここっち南側なんですけどね、桜のシーズンにはこのような写真になってたくさんのお客様がこのシーズン見えるそうです。だから窓から何が見えるかっていうことを意識して、プランニングすると、空間の見せ方っていうところがあります。抜ける視線、低い高いのメリハリの効果、窓の位置で広々感じます。窓の外にあるものを考える、対角線を使う、吹き抜けからの光、勾配天井ってありますが、勾配天井ってこういうことですね。上からの光っていうのはこういう写真のところではこうありますけど、天井高が低いところがあるから高いところがこう開放感がある、それがメリハリのある空間の見せ方によってですね、空間の見え方、力強さも変わってくると、そんなふうに思います。そういうことを意識してプランニングします。はい、抜ける視線、例えばですね、この地窓で高さを制御と書いてありますけど、ここは普通の窓よりもちょっと低めにしてあります。この地窓っていうんですけれど、地窓でもちょっと高めですが、床から窓をつけてここにちょっと昼寝してもさーっとこう床面で風が吹き抜けていくと。でこれを下げることによってですね、ここに座ったとしても自分の庭と自分の塀の位置で庭だけが見えると。これ例えば上まで窓であれば、ここから見るとお隣さんの2階が見えちゃうこともありますよね。だから地窓で目線を下げることによって周りの家が見えないようにするようなことも地窓ならできますね。よく街の中の料亭のような建物っていうのは地窓をうまく使って小さい庭を見せながら部屋まで連れていくというかね、そういうことをうまく使っている。だから住宅でも和室や玄関先の窓を下げることによってちょっと演出できるんじゃないかなと思います。はい、土間のある暮らし、最近ですね、部屋の中に土間を持ってきて趣味を生かしたいなという方よく見えます。玄関土間続きの薪ストーブがあって、ここで
ちょっとこう薪ストーブで調理しながらキッチンと行き来できるとかね、自分の趣味の自転車を置いてメンテナンスをする土間スペースとかね、土間スペースから、自分のバイクが置いてあるガレージに入れるとかね、そういう土間のある暮らしっていうのは、また見直されているんじゃないかなと思います。階段はですね、プランの要、いろんな階段あります。部屋の真ん中にある階段はこう抜けててね、そこがベンチ代わりになってて、キッチンで、料理しているお母さんとの会話が始まるとかね、抜けてる階段、半分収納で半分抜けてる階段、タンスのように引き出しのある階段、いろんな階段がありますね。ロフトは、子どもの基地、3階部分をホールにしておいて将来子どもさんの部屋にするっていう場合よくありますね。まあ3階建てにはなります。なので小さい間は、例えば男の子だったらね、トミカのミニカーをバーッと並べるような、なんかそういう遊び方ができるホール状にしておいて、中学生ぐらいになったら、薄い壁を立てて、上を開けといてね、部屋のスペースを作ると、まあ、その場合上を開けとくとエアコン1台で部屋ができるので、あんまりこうきっちりと間仕切らないっていうようなことでやらせてもらうことが多いですね。ロフトの活用ですね。そうすると1階2階もコンパクトにできます。はい、一番心地いいところは子どもが知っている、まあここが境界線なんですけど、境界線の時に塀を建てました。だからここはキッチンで、ぐるっとこう回って南側のウッドデッキに行けるようなところにベンチを作ったんです。みんなやっぱり この狭いところを通りながらここに座りたいんですよね。こうちょっと狭いところが落ち着くんでしょうか。あとウッドデッキの先にはベンチを作っていただくと非常に使いやすい。広いウッドデッキっていうのは子供は楽しいけど大人はどうやって使うのかなっていうのは思うと思うんですが、ウッドデッキの先にベンチがあるとやっぱり大人でもそのウッドデッキから出てベンチのところまで行ってくるっと反対側を向いて座って今度中の人との会話が始まったり、でそこに植栽がこう植えてあったりっていうところでですね、このウッドデッキの先にベンチを作っていただくっていうのは非常にいいと思います。家事を楽しく、機能的にっていうか、通り抜けの収納スペース、回れるプラン、コミュニケーションのキッチン、片付ける部屋、片付けない部屋、裸の動線、浴室からクローゼットをつなぐ、洗濯物を干して収納する流れ、引き戸が便利、表の動線、裏の動線ってあります。よくこういろんな奥様とお話しする中でですね、これ皆さん違うんですけど、洗濯物を脱衣所のところに洗濯機があって、それが1階2階の場合あるけど、どこで干してどのようにしまうのかっていうのは皆さん全部違うんですよね。だから1階が水回りで、1階に脱衣所があったとしても2階のバルコニーに持ってって干すんだったら、それを移動して階段を洗濯物を持った上でに干して2階のクローゼットにしまうパターンなのか、2階にお風呂を持ってきて2階で全部それができるようにするのかとかね、洗濯物を干すまではいいんですけど、干してからどのように収納するかっていう動線っていうのを考え出すとですね、いろんな意見が出るのがこの洗濯物を干して収納するまでの流れ、でここをちょっといろいろ考えていただくとですね、プランニングにそこら辺は活かせれると思います。まあ、キッチンのはコミュニケーション取る
く場所で非常に大きいと思いますね。作業する場所というよりは料理を楽しむ場所っていうかね、そういう場所になってくると思います。アイランドタイプは人気です。これアイランドタイプ、アイランドタイプのいいところはですね、ぐるっと囲んで何人かでこう作業ができるっていうところがですね、小さいお嬢さんとね一緒に、料理を準備するとかね、アイ型だとやりにくいですが、こうアイランドだとですね、そういうことが大勢でできるので人気ありますね。はい、いろんなキッチンあります。オーダーキッチンで表面材を変えてもできますし、まあ、ここら辺の写真はシナランバーコアっていうシナの材料をウレタン塗装しているんですけど、そういう材料は、例えばテレビボードだったり下足入れだったりいろんなものと一緒に作ることによってコーディネートできますね。キッチンだけが全然違うものじゃなくて、あとこれはオーク材が付き板が貼ってあるとかね、いろんな白もできます。もちろんメーカーのキッチンも入れることはできますが、オーダーで作っていただくと家にこうインテリアに合わせたものにできますね。こだわる方はぜひこだわっていただきたいなと思います。はい、通り抜けで収納スペース回れるプラン、玄関の横を通るとこういうシューズクロークがあるとかね、いつもこう裏側にある収納部分で あんまりこうお客さんが来るところじゃないと片付けなくていい場所とかいうのがあると、とりあえずその場所に物を入れておくとかね、便利な難度が作るとそれも一つ便利だとは思います。ぐるっと回れるプランですね。見せる収納、全部こう趣味のものを見せちゃうとかね、そういう収納の仕方、表の動線、裏の動線、裸の動線、まあ、これは今ちょっと温泉のような、ユニットバスじゃなくてそういう庭を取り込んだようなお風呂になっています。こだわりたい方はぜひ、お風呂もねこんな風にできます。で、寝室からクローゼットと、洗面脱衣がつながっているとですね、非常にお風呂に行くにもお風呂から出て、クローゼット行くのにもですね、そこがつながっていると非常に楽ですね。だから裏の動線、表の動線っていうと玄関からお客様を座敷や、リビングにスーッとこう裏側通らずスーッと、ご案内できるのが表の動線だとすると、裏の動線があると非常に便利。あと引き戸ですね。引き戸があると非常に便利ですね。ドアっていうのは閉まっていることを前提に作られてますので、開けとくとバタバタしますよね。ドアストッパーみたいなものを使うと、だから引き戸っていうのは少し開けとく、風を抜いたりすることもできるし、玄関扉以外は、引き戸っていうのがいいんじゃないかなと。まあ、引き戸よりドアの方が気密性や防犯性がいいので玄関はドアが多いですけど、最近は気密性のいい引き戸の玄関ドアも出ております。はい、次、雑木林に住むをイメージする。視線を遮る木、内部からも外部からもどう見えるかですね。シンボルツリー、木陰を作る木、日差しを遮る、建物に奥行きを与える植え方、室内に自然を取り入れる、紅葉、花が咲く、実がなる、ちょっと人生フルーツの映画ってのがありますけど、人生フルーツっていう映画見られた方はね、非常にこんな暮らしすごくいいなって共感された方も多いと思うんですが、まさしく
雑木林のに住むイメージになります。シンボルツリー、やっぱりドーンとアプローチのところに、建物と重なるようにシンボルツリーがあるといいですね。まあ今この家はここに山帽子があって、ここ青玉ですね、これモデルハウスですね。カツラ、イロハモミジ、もうこの家もイロハモミジ、どの家もやっぱり一本は大きい木を植えたいなと思っています。植木を選ぶ、建物に息を吹き込むには植栽が必要ということで、愛知県はですね、稲沢っていうところがですね、植木の産地になっています。だから植木屋さんや業者の方は愛知県の稲沢に行って植栽を買ったりするんですけど、実はですね、私もですね、その業者に混じって植栽を買いに行っています。これはトネリコ、島トネリコっていう木なんですけど、島トネリコ畑に行ってこの島トネリコをくださいっていうことを、言って、それを買ってきて現場で植えるまで確認するんですけど、なんでそんなことをするかというとですね、植木屋さんに、何メーターぐらいの島トネリコを持ってきてくださいって、お願いしたとしてもですね、家のプランのことがわからないので、すごく大きすぎる木や貧弱な細い木を持ってくるので、もうこれはやっぱり建物のことが分かっている設計が買いに行って、枝ぶりや大きさやそれからの成長も確認した、予想をしてですね、ちょうどいい木を植えるっていうことを、自分でやっています。それ直に、建設会社が外交までそこまでやるっていうことはですね、本業は家を建てる方ですから、リーズナブルで元気なものをご提案できるっていう、それはメリットだとは思います。外交前と外交後っていうのでちょっとご説明すると、今これだいたい外交をやらず建物だけでお引き渡しっていうと、だいたいこういう感じでお引き渡しすることになると思うんですけど、外交後、外交をやるとこういうふうになりますね。まあ、これは1週間ぐらいでこういう植栽とこういうフェンスなんかもできるんですけど、植えた時にこうですから、これが5年10年経ったら非常にいい庭にはなると思います。なのでぜひ外交をやるだけで家は全部ガラッと変わります。夏の顔と冬の顔、これは夏ですね、これ同じ家です。で、冬はやっぱり落葉だと葉が落ちますので、この下にはサツキや、常緑の低木が植わってます。なので、夏と冬、みんな落葉だとね、緑が冬なくなってしまうので、その辺の常緑と落葉のバランスを考えて、何月には花が咲くとか実がなるとかね、そういうところも思って、植栽をやっていただくとですね、非常に植栽は、楽しいと思います。住むことにいい味が出るっていう写真で、まあ、2006年にお引き渡しした家なんです。通常であればここは擁壁を作って固めてですね、階段を作ってお引き渡しなんですが、どうしても硬いイメージができるので、ここの中木までは植えさせて、ここ土のまんま、ここに早く植栽を植えてくださいということで、ここからお客様に庭作りをしてもらうことでお引き渡ししました。で、非常に、そういう、ハーブであるとかそういう植栽が好きなお客様なので、今6年後どうなったかっていうと、こんなように作っていただきました。なので住まい手に合わせて言えばですね、だんだん価値が出てきて、
もう本当にこの方の家っていうことになっています、6年経っていい味が出てきたと、そういう写真の1枚ではないでしょうか。はい、今までお話ししてきた、家の敷地の見方と家の作り方をですね、もう一回おさらいしてみたいと思うんですけど、これはですね、コスモホームが、注文住宅の中で非常に人気のあるプランをですね、巣箱という名前で、商品化をしたものです。6370の7280というそういうスペースの巣箱708っていうものになりますが、この建物を使って、ちょっとはめてみたいなと思います。ですね、南側玄関アプローチの場合、今のプランをはめるとですね、こんな風になる、なりますね。玄関はこっから入るんですけど、南側に車を2台もしくは3台止めていただいて、ここに塀をやることによってシンボルツリーがあって、ここからキッチンから横に出てゴミを捨てに行けるようなスペースがあって、玄関の奥に自転車置き場を作ってっていうような、そういうプランですね。9メートルの17メートルの敷地だとこういうことができます。同じく南側の道路なんですけど、もう少し奥行きがない 14m の 12.5m っていうところにはめてみると、どんなことができるかっていうとですね、車は縦横にして、ここに目隠しウッドフェンスをやることによって、ここにウッドデッキを作っています。で、ここから中に行って上がることによって、キッチンの横から出れる、ここが外飯コーナーですね。外に食事ができるコーナーがあって、ここに離れを作っています。で、ここを抜けていって、この辺にゴミを置いたりして、ゴミを出すときにはコーヒー出してもらうとかね、玄関の奥に少し屋根だけ作ったら自転車置き場もできます。これ同じプランです。今度はですね、東側道路の時にそのプランを置いてみました。玄関はここです。こう、同じプランでありますが、ひっくり返すとですね、また反対になりますね。なので、キッチンがこっち、リビングがここ、ここの三角形のウッドデッキがあって、今度こちら側に出れることがあって、車の奥に収納があって、自転車置き場があって、ここにサービスヤードがあります。ここで塀を立てて、ここでこう内側の庭と外部のアプローチっていうのをこう考えて、こういうところに植栽をやるだけで、今度建物の奥行きが出てきますよね。はい、これは同じような大きさの敷地ですが、北側が道路で、北西、ここを玄関に持ってきました。このプランのひっくり返しですね。そうすると、東側と南側にウッドデッキを持ってきて、この駐車場の奥に自転車置き場と倉庫を持ってきました。なので、こうサービスヤードはこっちで、ここら辺にゴミを置いといて、ゴミはここで出すとかね、玄関にはそういう裏側の部分を見せないとかね、ということになっています。このプランはですね、北側を道路にして、あと和室を1個、増築というか、和室を1個付け足したらどうなるかっていうことですね。玄関としてはこちらのプランと同じように、東側で来るんですが、ここに、ダイニングの横に和室を作って、ここにも出れるし、後ろにも出れると、キッチンからも出れるっていうと、ここはこっちからもこっちからも行けるウッドデッキのスペースだと、ここにもう一部屋あるような、そういう部分ができると思うんですけど、ここからまたこっちが出れたり、南側にはこういうウッドデッキがここでつながると、
そういうようなことが同じプランでも敷地に合わせて振ったり、こういう倉庫であるとか自転車置き場をどう考えるかによって庭も楽しめますし、一個だけの庭じゃなくて、生活がこうちょっとイメージしていただけると思うんですけれど、なので建物の配置、敷地に対しての配置の仕方っていうのが非常に大きいというふうに思います。プランは一緒なんだけど配置の仕方で使い方が変わるっていう例であります。もう一回ですね、設計の6つのポイント、敷地の捉え方、窓の役割、空間の見せ方、居心地のいい場所、家事は楽しく機能的、雑木林に住むイメージっていうのが今ご説明をしてきました。はい、ちょっとまとめですね。やれることからやりましょう。土地からの人はいい土地が見つかったらすぐご連絡ください。同行して土地を見させていただきます。土地がある方は一度、土地を見させてください。アドバイスをいたします。不安に思っていること、聞きたいこと、何でも結構です。楽しい、暮らし方のお話を私とするのはいかがでしょうか。はい、そうですね。今日住まい教室ということで、皆さんに、長時間 お時間いただきまして、コスモホームとして私の家づくりの方法を、大事なところを絞ってお話しさせていただきました。皆さん長時間どうもありがとうございました。またお会いできることを楽しみにしています。皆さんありがとうございました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。いろんな考え方、そして進め方、設計のあり方っていうことがよく分かったと思います。この内容はですね、本当にコスモホームが今までずっとやり続けてきた設計の形ベースになっています。6つの要っていう形でいろんな要があったと思うんですけど、実は私が、11年前に書いた本がありまして、家ってどうやって建てたらいいのっていう本があります。この内容に沿って実は話をさせていただいてます。もし新たにちゃんと詳しくもう一度勉強したいという方はですね、ぜひお問い合わせの上、先着100名に限りこの本を差し上げたいと思います。家づくりは一生で一度の大きな買い物であり、失敗許されません。ぜひ家を建てる前にしっかり勉強していただきまして、心地よい楽しい暮らしにちゃんと叶えられる家をぜひ皆さん作っていただければと思います。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。